ください。新潟市の青山小学校で行われた防災学習。地震の後、津波警報が出された想定で、校舎の高い場所に移動する手順を確認しました。避難所となる体育館では、段ボールハウスの組み立て方を学びました。段ボールハウスは多くの人が身を寄せる避難所で、プライベートな空間を確保できるとして、自治体などが導入を進めています。児童は保護者や地域の人たちと協力して45分ほどで完成させました。窓を開けるときとかに力が必要で大変だったです。青山小学校は今後も地域の課題などを意識した防災学習を行う予定です。